沖津海福尾は、福岡県宗形郡出身の元大相撲力士。本名は、北木戸福松。1910年5月28日に、福岡県宗形郡で生まれる。千田川部屋に入門するが、竜人事件で師匠が廃業したため、1924年5月場所から、東京市内の若藤部屋に移籍した。1931年1月場所で新入幕を、果たすと、 この年は1月と5月の東京場所で5勝6敗と負け越したが、3月場所は8勝3敗、10月場所は7勝4敗と勝ち越して番付を上げた。1932年1月6日に勃発した春十円事件によって、全頭筆頭から小結びに格上げされ、2月場所は2勝6敗と大きく負け越したが、3月場所は9勝1敗で幕内最高優勝。 関分けに昇進した。21歳10ヶ月での幕内優勝は、同時代の武蔵山の21歳5ヶ月に次ぐ、史上2位の年賞記録だった。その後も好成績が続き、1932年10月場所には9勝2敗の好成績を挙げるが、この場所は清水川本義が同成績ながら番付上位で優勝。同じ9勝2敗としては、高登り渡る。 玉の裏がいた。性格は温厚だが闘あ溢れる取り口で、左からの下手投げは、春烈を極めた。1931年10月場所には、全場所優勝でこの場所に大関取りをかけていた武蔵、三部の右肘を破壊し、1933年1月場所千秋楽では結びに組まれた玉西木佐上門との割で、玉西木の鼻地が止まらず痛み分けとなって、 弓取り式が中止されている。1933年1月場所に、全勝の男女の川上りさんとの割が組まれた日には、月人に、今日は問いたを持って迎えに来るようにと命じたといい、勝負は男女の川の勝ちだったが、春十円事件で残留した力士としての意地を示してのことと思われる。大関を目前にした1933年9月30日。 巡業先の山口県萩市で師匠の娘と婚約すると同時に部屋を継承することが決定した。この後に祝杯をあげるためにフグを自分で調理したが、親友の畑川邦七郎から、お前、フグの毒に当たるぞと忠告された。しかし沖津海は、聞き入れず、調理したフグを腰の海藤二郎と食べた直後に突然、苦しみだし、その場で死亡した。23歳ボー 婚約とヘア継承という二つの幸福を手にした直後に無念の死を迎える皮肉な結果となった。師匠にとっては、春秋円事件で多数の名力士を失った後に、さらに打撃を与える出来事であった。1960年11月場所で逮捕が20歳5ヶ月で、武蔵山の記録を更新。2015年現在の記録は、高花田の19歳5ヶ月。 ありがとうございます。